日本緩和医療学会会員の皆様、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は広報委員会がお送りします学会新ロゴマーク総選挙、決めるのは君だと題しましてお送りしてまいります。司会の東京衛生アドベンチスト病院小坂さやかです。よろしくお願いします。同じく司会を務めます都南病院精神科上村圭一です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、いよいよですね、上村さん。はい、いよいよですね、小坂さん。私もこの時を楽しみに待っておりました。2022年に学会の公式サイトがリニューアルしたのは記憶に新しいところですけれども、それに続いて学会のロゴマークを一新するということで、なんと今日は会員の皆様にですね、最終決定のための投票をお願いするということを説明するというのがこの動画の目的になっておりまして、お二人のゲストを迎えているわけですね。そうなんです。はい、では早速ロゴマークの最終候補2つを紹介して、それぞれの良さについて語っていただくパネリストのお二人をご紹介しましょう。はい、広報委員会から委員長の永山淳さん、そして副委員長の広橋健さんです。はい、お二人どうぞ今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。早速お二人に聞いていきたいんですけど、まず永山さん、今回ロゴマークを新しくすることになったのはそもそもどうしてでしたでしょうか。はい、ありがとうございます。この数年、学会の広報活動や緩和ケアの普及啓発などで SNS や動画サイトなどが広く活用されるようになりましたよね。で、今後そういったさまざまな媒体にロゴマークを掲示する機会が増えていくかなというふうに考えて、この機会に一新しようということになったんです。なるほど。それで広報委員みんなでですね、夜な夜なたくさんデザインを考えたわけですよね。いや、違いますよね。学会の内外で皆さんに愛されるロゴマークになることを願って、さまざまな企業プロジェクトのお仕事をしておられる、高名なアートディレクターの方にデザインをお願いしました。はい。で、緩和ケアのシンボルとして皆さんの間にも定着しているオレンジバルーンとの親和性というのは大事にしたいと思いまして、同じくオレンジを基調にするということをまず最初に決めました。オレンジ。広報委員会のメンバー上村さんもいたはずなんですけど、はい、と、アートディレクターの方とのミーティングを重ねて緩和ケアについてもよくご理解いただいた上で、私たちにふさわしいロゴマークを、いくつか作っていただいたという経緯なんですよね。なるほど。それで今日はですね、そこの中から出てきたたくさんの、候補を一気にお見せいただくっていうことになるんでしょうか。さすがにそれはちょっと大変なことかなというふうに思いましたので、広報委員会で、ここにも上村さんいたはずなんですけど、いました。みんなで考えて、最終的にどうしても構図つけがたい2つの候補に絞り込んで、これを皆さんに決めていただけたらなというふうに思っているんです。わかりました。そういう経緯で出てきたその最後の2つについて、投票をするという機会に恵まれたわけですね、小坂さん。はい、そうなんです。わかりました。それでは2つに絞られたそのロゴマークをですね、見ていただこうと思っております。それではそれがこちらです。この2つで小坂さん間違いなかったですね。そうですね、この2つが最終候補です。はい、さて、それではこの2つについては、今日お二人が来ていただいているということは、広橋さんと永山さんで推しが違うということなんでしょうか。広橋さん。いや、そうなんですよ。実は委員会の中でも大きく意見が分かれてしまって、バチバチにぶつかってるんですよね。なるほど。それでは小坂さん、あれですね、それぞれが、推している理由について聞いていきたいと思いますが、よろしいでしょうかね。そうですね。ではそれぞれの推しの良いところを熱く語っていただきましょう。はい、まさに総選挙です。それではまず A のこちらの候補を推している方はどっち。はい、自分です。はい、広橋さんですね。それではこの A の推しのポイントについて、1分ぐらいで熱く語っていただければと思います。準備はよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、それではお願いします。はい、私たち緩和ケアを行う医療者が最も大切にしていることは何でしょうか。それは患者さんやご家族の声に耳を傾け、彼らの持つ希望や不安と真摯に向き合うことです。さまざまな辛さに直面したとしても、この人と人との関わりから生まれる支え合いの力、そして相手を思いやる気持ち、すなわち愛のパワーは無限大です。さあ、
A の案をよく見てみてください。人と人が支え合い見守る姿を象徴的に表しています。2人の体がそれぞれハートでできており、2つのハートが重なり合ってさらに1つのハートを作り出すおしゃれなマークです。ぶっちゃけ B 案より洗練されているんじゃないかって私は思っています。このマークを通じて私たちの真の価値を社会に広め、より多くの人々の役に立つよう尽くしていこうではありませんか。以上です。はい、ありがとうございます。まあ、すごくそのハートとハートの重なり合い、この優しさが伝わってくるマークですね、小高さん。そうですね、曲線を基調にしててとても温かくていいと思いました。はい、なんかちょっと A が先行が有利だったかもしれませんが、はい、では、もう一案 B についてですね、永山さんから推しのメッセージをお願いします。永山さん、よろしいでしょうか、準備は。はい、じゃあよろしくお願いします。それではお願いします。はい、B 案よく見ていただくとですね、これは3つの手が重なった形になっています。で、この3本の手、患者さんとご家族と私たち医療従事者を表しています。3者が力を合わせる緩和ケアを象徴した図案となっています。また緩和ケアは、多職種で共同して行うものでもありますので、この3つの手は、緩和ケアに関わる専門職の共同作業というところを象徴しているとも言えます。で、よく見てください。実は手の甲の部分が3つ合わさって、ここもハートの形になってるんですよね。で、周囲のあしらいやフォントは A の案と一緒で、学会としてのオーセンティックな感じは残していますが、より、イラストには温かみを感じられるようなものになっています。あと、他の学会とちょっと一風違ったところ、他の学会とちょっと違うぞっていうところが推しポイントの一つでもありますね。以上です。はい、ありがとうございました。いや、確かに私は緩和ケアチームで仕事をしていますと、こう患者さんと家族と医療者のこうつながりというのを意識して仕事をしていますので、はい、なんかこの一体感があるこのロゴマークも捨てがたいというふうに思いますが、小高さん、いかがですか。本当にそうですね、ちょっと新しい視点でこちらも捨てがたい気がしてきました。はい、投票の案内に進んでいただきたいと思います。それでは小高さん、会員投票のご案内をお願いします。はい、わかりました。学会、ロゴマーク、どちらにするかぜひ投票をお願いします。投票期間は4月1日から4月22日までです。そして投票方法をご説明します。日本緩和医療学会公式サイトのトップから会員専用ページに入り、会員専用ページのトップにある学会ロゴマーク選定のための投票のお願いの記事に進んでください。記事の中にある投票画面の URL をクリックすると投票画面に移ります。なお、投票は1回きりでやり直しができないので、よく考えてから投票をお願いします。はい、まあ、ぜひ投票をお願いしたいというふうに思っております。たくさんの方にですね、ぜひ参加していただいて、緩和医療学会の会員さんだけではありますけれども、ぜひ皆さんのですね、総意でこのロゴマークを決めていきたいというふうに思っています。それでは最後にですね、一言ずつ推しのメッセージをいただきたいとは思います。広橋さん、 A についてお願いします。はい、人と人が支え合う、ハートとハートが支え合ってる A 案をぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、それでは B 案、永山さんお願いします。はい、緩和ケアを象徴する3本の手、そしてハート、ぜひ B に投票してください。はい、ありがとうございました。あなたの一票がロゴマークを決める。それでは投票をどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。では最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。投票お願いいたします。よろしくお願いします。